ただいまから予算委員会を開会いたします。公聴会の開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。令和4年度総予算3案審査のため、来たる3月8日午前9時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。つきましては公述人の数および選定等はこれを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、採用決定いたします。令和4年度総予算3案に関する理事会決定事項についてご報告いたします。本日は一般質疑を40分行うこととし、各会派への割り当て時間は立憲民主・社民19分、国民民主・新緑風会7分、日本維新の会7分、日本共産党7分。質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。令和4年度一般会計予算、令和4年度特別会計予算、令和4年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。小西